前節はスタートはセンターフォワード、後半は左サイドに回ってました。膝をついて今写真撮影を行っていました。まあ、今日はこの岡崎の前でもいいプレーをしたいんでしょうね。そうですね、まあ、当然ね、彼に求められているものはチャンスを作ることと最終的にはゴールを決めることでしょうから。